教育系 YouTuber になるはなるので、はい、僕ねちょっと今日ご相談というかね、じゃあ僕もその方がいいかな。信頼条件に関わるから。あら、なんかみんなが共感できたり分かる話じゃないものの方が教育系 YouTuber の未来としてはもしかしたら可能性があるのかなと。始まりました。はい、よろしくお願いします。はい、総先生。総先生のチャンネルが始まったということで。そうなんですよ。はい、まだまだね、生まれたばかりで小さな赤ん坊ですけど、まあ、大切に育てていきたいんですよ。なるほど。Back to the future って書いてあるんですけど。そうなんですよ。これまあ未来に戻るというか、ちょっとね、我々が絡んでるいろんなことを考えると、はい、そうですね。過去に戻るというよりもね、未来に戻る、やり直すというかね、はい、これ大事かなと思って、うん、こんなとこ拾い上げてくれると思ってなかったので、何も考えてなかった。困っちゃうんだ。じゃあちょっとどういうふうにチャンネルやっていくのか考えなきゃいけないじゃないですか。そこなんですよね。言いましたけど、ちゃんとでもね、おすすめにはすごい上がるようになってますよ。あ、本当に？おすすめにはちゃんといろんなデバイスで見ましたけど。あ、嬉しいよ。アカウントもいっぱいあるんで、いろんなデバイスで見ました、ね、おかげさまで本当にもうお世話になってます、はい、チャンネルの例えば、まあ、コンセプトも含めて、はい、まだね、まあ、正直ブレブレなんですよね。手探りで始めているというのが、まあ、本音なんですよ。こうビャーってやって黒板なんとかそう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 、ちょっとあれね、大変だったんですけど、森田先生といえどもおそらく経験がないんじゃないですか。いやめちゃめちゃただ呼びの動画でやってます。あ、そうか、ただ呼びの最初の方のやつやってます。本当だわ。2番目だったなっちゃってたんだ。ただ呼びとゆうてらで2回やってる。2回やってる。あ、やべえ、大先輩じゃない。え、すぐ剥がれました。その時は覚えてないっす。なんだその記憶力。全然覚えてないです、まあ、ただ僕ね、ちょっと今日ご相談というかね、まあ、やっぱり YouTuber としての大先輩でありますし、まあ、ちょっとこれね、森田先生といえばね、やっぱね、はい、ハローデアなんですよ。あ、ハローデア。これもいろんな方がね、はい、森田先生と絡みのあった先生も、まあ例えば先生とかも、授業の中でこう自分でピーさせなきゃいけない。ハローデア、すいません、はい、ハローデアってやったりとか、はい、まあすごいやっぱり皆さんね、はい、それ馴染みがあります。で、僕ね、ちょっとね、出だし何から始めていいのかっていうのも、なるほど、なんかいいのないですか、これいいぞと。まあ、ハローデアは考えました。他の YouTuber たちがやってなくて、あんまりみんなが知らない表現の挨拶ないかなって。日常、英語圏ではすごくよく使われる表現なんですが、そうですね、でもまあ日本の人はあんま知らないだろうなと思って選んだんです。いや、例えばね、ホリエモンチャンネルのホリエモンさんが、はい、まあ、ヒカキンという有名な、ね、はい、YouTuber の最初の出だしを、まあ、ちょっと借りる形で、はいはい、おそらく彼ならもちょっとで了承はあるでしょうけど、はいはい、もちろんもちろん、あれってこう、なんていうのかな、誰かの真似るっていう形でもね、まあ、一ついいと思うんですけど、はい、森先生はそれでオリジナルがいいということで。まあそうですね。ああ、じゃあ僕もその方がいいかな。なんかかっこいいですもんね、自分で初めてっていう。ブンブンハロー YouTube みたいな。そう、まるで一緒じゃないそれ。そうそうみたいな。許可取ってる版と取ってない版っていうね。そうそうそう、グッズみたいなさ。かっこ悪い。めちゃめちゃ。もうそこだけ全員最初タップで早送りして。なるほど、そういうのですね。いや、これね、僕ね、いろいろそれなり考えたんですけど、例えばまあ、日本語チャンネルなんでね、はい、国語チャンネルなので、知識として視聴者にこうなんかね、難しい四字熟語とか、ああ、いいじゃない。で始めるとか。いいじゃないですか、それ。挨拶、ボケをね、毎回やってるチャンネルっていっぱいあるんで。ボケ？そう、最初になんとかかんとかです。って言って挨拶する。なるほど、はい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 、こうしてるやつ大体こんなのみたいなのとか、そういうボケの挨拶をしてる。なるほどね。それだったらあれですか、毎回違うバージョンにしないとダメってことですか。そうそうそう、四字熟語も、四字熟語とかいっぱいあるじゃないですか、ことわざとかって。エレベーターとかにもいっぱいね、いつも毎日出てるのあるんで、うんうん、全然エレベーターにあるじゃん、三菱のやつとかってこの大体四字熟語がクイズになってたりとかするんで。あ、そうなんですか。へえ、そういうのをやればいいんだと思うんです。いや、思いっきり総先生が登ってきたエレベーターも見てるはずなんですけど、全然見てない。何も目に入ってません。それやればいいんですよ。だからこうやってガシンショータンつって総掲示です。なるほど、はい、面白いですねそれは。いや、ただまあ正直ちょっと面倒くさい感じもしないこともないですけど、そうです、紙面総刊総掲示です。もうその今の今の状況とブラックユーモア的に被っちゃったらやばいじゃない。それも裏読みする人が出てきて、まあ面白いかもしれませんね、はい。で、もう一つね、僕ね、これちょっと自分の個人的な身体状況に関わることなんですけど、僕実はね、これね、割と声、大きな声出して張って話してるんですけど、はいはいはい、本当はね、これね、森田先生もご存知なかったかもしれませんけど、はい、地声がめちゃくちゃ低いんですよ。あ、そうなんですか。小池健太みたいだ。
ホイケンタってもうその芸のネタで出してこられるとちょっ と,、ま、と明石家さんまのモノマネしてる人もうゴーあそれは存じてます。地声が低いんですか。地声こんな喋り方です。あそうなんですよ。ホイケンタの喋り方僕もだからコンビニであれね、まあはい、マクドナルドであれねこう店員さんとのやり取りも大抵一発で聞き取ってもらえないんですよ、で例えば支払いをねスイカでって言っても、はい、何にもこう反応がないんですよね。俺と思ってスイカでってもう一回言ってもあはいみたいな返事返ってくるんだけどいざこう会見の時になるとお支払いはってもう一回聞かれたり、いや何回も言ってんじゃないっていう。でどんだけ低いんですか。いやあのもう人間が聞き取れないぐらいの。いや本当に低いんですよ。元気がなく聞こえるというか、まあ例えばね電話なんかで話すとこれほとんど 100% の確率でこれ本当なんですけど機嫌が悪いと思われるんですよ。あなるほど、うん、元気がないとかだから教室の中でそれじゃダメなんで、はい皆さんこんにちはってこう話すんですけど、うん、結構頑張っちゃってるんで、うん、まあ声帯に負担をかけてるというか、ね、なるほど。まあ逆に言うとだからこの挨拶なんですけど、うん、俳優さんで阿部寛さんってこう背が高い、はいはい、かっこいい方いらっしゃるんじゃないですか。ビバントですよ今。はい、はい、もうあの方なんてちょっと何言ってるかわからない人とかたまにちょっと失礼かもしれませんけど、はい、お前ら東大行きたいかっていうのも割と低いじゃないですか。僕なんかがお前ら東大行きたいかっていうのと、はい、お前ら東京医科歯科大学ってほとんどね区別がつかないんですよ。ほうほうほう。だから毎回そのどちらかを何人の視聴者が当たるのかチャレンジにしてモノマネなんかで入るっていうのも一つかなと思ってたんですけど、モノマネ阿部寛的な。じゃあキリンですってやってください。あ、低い声ですか。そうそう、キリンです。違うわ。全然違う。声質が全然違った。声質までも声質が全然違った。まあ例えばそういうのとか、はい、面白いのないかなと思ったんですよね。挨拶ちょっと考えると面白いかもしれないですね、うん、挨拶ね。いやだからまあ教育系 YouTuber になるはなるので、はいはい、森田先生って、まあ、バラエティに富んだ動画を配信してらっしゃるんで、はい、まあどういう最初の挨拶でもいいですけどあんまりおちゃらけるのも正直あれだと思うんですよね。これどういうのがいいのかなっていう。いいんじゃないですか。やっぱことわざ四字熟語だったら山ほどあるじゃないですか。ありますね。まあね確かに絶対終わらないと思いますよ、うん、僕のずっと毎日あげるわけじゃないですか、ね、そう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 、うん、本当だわ。確かにそれだって週1ぐらいで多分開けるんだったらもう絶対先に総選挙死にますから、ね、いやいやそれね本当に数的にはリアルな話になっちゃうからいやでもそうですね確かに、うん、これなんかことわざ辞典みたいなの持ってきたらもうそれこそね調べりゃ無限にあるわけですからね。誰もわかんないことわざとかにしましょうか。それただ説明してあげた方がいいかもしれないですけどねじゃあ毎回その説明から入ると か、まあ、ショート動画そっちは撮るとか。あなるほど。ショート動画ことわざの説明。はいはい、なるほど。長尺動画はただ言ってるだけ。ああそういうことか。そしたら2つも見てもらえるとかそういうことですか。可能性もあるかな。へえ、一ついいアイデアですね。今日いただきました。ちょっとね編集はだって別の方がしてるから。そうです、はい、例えばじゃあ僕が最初にそういう出だしで例えば今言ったガシンショータンですとか、はい、もうなんか今の状況に全部微妙にかぶってきちゃうじゃないだから選んだんですいや意外と教養が終わりでなめてます。いやいやいや、まあだから意味とかはじゃあ僕はそのショート動画なり何なりで出すってことです。いいじゃないですか。そしたら日本自動的にできましたね。ああなんかいい感じのアイディアをいただいちゃいましたけど、あちょっとお礼にスタジオに来る前に、はい、あの喉乾いたから、はい、あのとにかく元気になりたいっていうことでこれをあの森田先生マカの元気これどうしても欲しいっていうから言ってないわ。もう元気になりたいっていう。これは僕のあの自分みなぎるって書いてますから。そうなんですよ。これも元気になる。自分じゃない、自分だ、はい、そうなんですよね。次第分これ飲んでください。 YouTube そのもののコンセプトがまだ定まってない、はい、それからどれぐらいのペースでやるのかってことも、うん、まあ以前ちょっとアドバイスいただいたのは週2とか週3とか、はい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 、なかなかねこうねリソースの全部割かないとそこまでいかないんですよね。大変だと思いますよ。はい、でこの点はねやっぱりね森田先生がどれぐらいそのもうパソコンと向いてるのかって僕、はい、普段よく見てたんで、うん、もうこれね本当に正直四六時中ずっとなんですよ。そうですね。みんなでこう集まって食事してるような場でもマック開けてずっと触ってるような状況で時間なかったですからね。もう本当にね、だからこれだけなっても何にも羨ましくないにずっとやってるんだよね。そうだからこのね撮影開始する時も、うん、今日の上げる動画ずっと編集してましたから。そういうことなんですよ。だからもう動画上げる技術的な問題というよりも先生の場合っていうのはそのアイディアも含めてでまあ語ったりだとかもずっともう自分でこう自家発電といいますかずっと自転車操業やらなきゃダメじゃない。本当にねずっと一日やってるって感じなんで正直それはできない、うん、まあだってこれもちょっと遅れて5時10分ぐらいになりますって来た時、うん
時に、はい、僕だから4時半であこれだったら1本撮って編集できるってなってましたからね。うわー嫌な生活だわ。嫌な生活本当にで本当に5時10分超過ぎまで編集してましたからね。これ YouTuber でこうまあ本当に精力的に活動なさってる方っていうのは、はい、みんなそういう感じなんですか？そんなわけないですね。あバラバラです。そうなんですか。へえ。人によってバラバラです。僕はもうクオリティの担保よりも、うん、毎日続けないとやめちゃうと思ってるんで、だからやってるんです。やめちゃうってのは自分がそう止めちゃったらもう怠け者なんで、もう一旦止めたら多分もう戻れないだろうなと思ってる。それあのネズミとかハツカネズミとかがずっとこう輪の中でね、はい、ずっと走り続けてるじゃないですか、はいはい、死ぬんじゃないぐらいずっと。あれとどこが違うの？どこが違う走るのやめちゃったらもう一気にやめちゃう。いやまあそれはね確かにありますね。勉強なんかも結局ずっとやってるやつってね、うん、自転車漕いでるみたいな感じである程度トップスピードで走り続けるじゃないですか、はい、ペダルにちょっと足を踏むだけで。でも一旦ブレーキかけて止まるとまたこう踏み抜かないとね、そうそうそう、同じペースに戻れないかごとく、はい、それね僕ね言ってることの意味は分かるんですけど、はい、もうねやりたくないっていうか、まあ、分かる。やりたくない。まあ本当正直なところ。だからまあ僕の場合そう別に暮らせちゃうんで止まったところで。まあそうですよね。動画が止まったなんかこれがいっぱいねありましたよね。本当にね生きられるから。生きられますだからね。だから止まれないっていうのその義務、まあ、いわゆるルーティーンですよね。ルーティン化にしてそれでなんとか続けられるように。うわすごいな。義務化してって感じですね、まあ、そうですか。まあ僕なんか本当にねまだまだその自分の生活のサイクルリズムの中に YouTube を作ってアップするというのがねまだ実はね全く根付いてないんですよ。そうですね。だって別に編集もしてないじゃない。してないです、ね、だって動画上げたりもしてないですよね。してないですね。自分で上げたりもしてないから、はい、それはならないですよね。ならないかな。なんかめちゃくちゃ追い込まれてる感じになってきましたけど、まずやっぱりね最初に撮影機器とかそういうのも必要じゃないですか。はい、そうですね。僕ねそれもまだ持ってない。ああそっか、うん、なるほど。スタジオをまあお借りして、うん、そこで撮って、ね、編集もまあ別の方に依頼してやっていただいてるという、うん、森田先生も言ってそれ全部自分でやってるじゃない。そうです。編集費どうするんですか？これはねまあある程度自腹切るか、まあ仕方がないですよね。自分の中でコインしてるチキン頼んで、ちょっと今のところよろしくって。これあんまり良くないですよね。無料で人を使うって僕ねあんまり良、ね、くないと思うんですよね。どう思いますこの点？いやちょっと分からないです。分からないって何て言うか分かんないです。分からないって何ですか？まあだからそこでだから結局はどうマネタイズするかとかってあるんで、はい、あ大事です。編集費用を広告収入で賄うことができないんで、うん、まずあそうなんですか。いや大変ですよそれ。どんだけ再生されるのか。あそうです。確かにね。いやでも自腹切ってじゃあ動画を出し続けるってどっかでこう出血大サービス的な意味しかないってことですよね。そう10万再生とか取れるんだったらいいですけど一動画、はい、それだったら全然、あの賄えますけど。それで賄えるレベルですか？そうですね。だから5万とかいけばなんとかプラマイゼロぐらいに。それで毎回の動画がそれぐらいアベレージ取らないとみたいな。いやそれはもうだったらまあ全然あの編集費用とか賄えますけど。いや実際こうぶっちゃけどうなんですか教育系 YouTuber の動画って、はい、その長い時間かければね、はい、いざ知らずあんまりそんな急に5万とかいかないじゃないかっていうのが。そうですね。正直難しいは難しい。僕は後ろにいっぱい控えてるので動画が山ほどあるはい、1000本以上ありますから、はいはい、だから別に新しく出た動画が5万再生とかされなくてもいっぱいあるのが積み重なってるんで。あなるほど。だから編集を頼んでもマイナスになることはないんですけど、でもまあ、うんうん、いつどう再生されなくなるか分かんないので頼んでない。うわほぼほぼ全部です、ね、そんなに大きくなってもまだそういう不安感っていうかを考えて。あんまり変わんないです今。そのチャンネル登録されててもそんな再生されないってことは普通にあるので。100万超えのチャンネルでもいっぱいあります。なるほど。100万超えのチャンネルでもうちより全然再生されてないチャンネルとか。あ登録者数とじゃあ1個2個じゃないですからね、うんうんうん、複数ありますから。なるほど。いやこれちょっとね個人的に他の YouTuber の名前とかお出ししてもいいんですか？はい。例えばですね僕ねよく最近気にして見てるのが呼び乗りたくみさんってね。はいはいはい。たくみさん100万超えてますからね。この動画出すごとにすごいじゃないですか再生数も含めて、はい、でも出してる動画の内容っていうのは極めて専門的な理系のトピックだったり踏み込んだその話だったりして、これをねどれぐらいの人がもう楽しんで見れるんだろうっていうのは専門的な内容だったりするじゃないですか。まあ専門的な内容だったりバラエティに富んだ、ね、そうですね、はい、ものです。バラエティチャンネルの人たちと一緒にコラボしたりとかも、はい、そうですね、ありますからね。この間東海オンエアの動画にも出てましたし、東海オンエアを知らない、はい、いや東海あ知ってます知ってます、まあ、見てあの見てます。嘘つけすいません。じゃあ失礼になるかと思って出てたりとか、はい、そういったもの
もあるし、で最近はあの大学の教授とかとコラボしていっぱい出てますし、で文科省から表彰されたりとか、いやすごい活躍ですよ。まあ、すごいちゃんとブランディングしっかりしてる方なんで、それでなんかね話す内容そのものが割とこう本当にねアカデミックというか、うん、非常にディープというか高いレベルの話をなさってるじゃないですか、はいはい、つまりその僕が言いたいのは一般的にこう視聴しうるみんなが見てお面白い分かるなっていうようなレベルからちょっと上にシフトしてるイメージがあるんですけど、はいはいはい、つまり動画が再生されるファクターってね、こうなんかみんなが共感できたり分かる話じゃないものの方が教育 YouTuber の未来としてはもしかしたら可能性があるのかなって思ってるんですけど、どうフォーカスするかですね。だマスを狙ってやる、英語系のチャンネルでもマスを狙ってやるのは、はい、もう分かりやすくやってるチャンネルが多いですね、はい、そんなにレベルの高くないことでもボボボンってやる人もあれば、うんうん、結構もうやっぱもう発音にこだわった、まあ、大二郎さんとか、うんうんうん、難しいことについてやってるチャンネルとか、はいはい、まあ、うちだったら受験と絡めたりトイックと絡めたりすることが多いですけど、うんうん、そういう風にした方がいわゆるマニアがついてきやすいっていうのはあるんで、あ例えばゆる言語学ラジオ、言語学について見たことありますね、とかっていうのはもうインテリ層っていうのにガッとやるん で、うんうんうん、でそのインテリ層を面白がる人たち、その大人たちが、うんうんうん、まあいっぱい見る、だから大人が多いですね。自分の友達ですら見てるとかっていう言ったりしますし、そうですか、言語学をやってる、まあ当然僕の周りなんで言語学の人たち、英語学の人たちいっぱいいるんで、はいはい、でその人たちも見てますし、全然そのそうじゃない友達も見てたりするんで、はこれなんかね、僕ね自分の Google アナリスティックスでしたっけ、おいおいアナリティックスですね、あそれアナリスティックみたいに言わないでください、いや言ってないけど、はい、言ってませんけどね、はい、前にその、はい、食事会でメンタリスト大吾さんとご飯食べてる時に、はいはいはい、その Google アナリスティックスって言ってたらめちゃくちゃ苦笑されてそう先生そうじゃないですって言って、はい、今みたいに訂正されたんですけど、もうねこっちで覚えちゃったからそっちでいかないんですよ、もう先生は理解してください。メンタリスト大吾によく呆れられてましたよ、すごく。いやいや本当にね、あの呆れられて酔っ払うとねすごいんで、ね、そうなんですよね、 T シャツまでいじられてましたからねT シャツ数字についてね、はいはい、まあちょっとこう言えないけど、やめて、まとりあえずとりあえずその話を続きますけど、あの飲んだ場所どこでしたっけとか、いやいやいや飲んだ場所とかいやいや、いろんな場所があるけど中でも楽しかったのはね、一緒にねメンタリスト大吾さんとね、あのねどなたかのお家でしたっけはい、まあどうもあれですよ、分析のあれを見ますとね、やっぱりねこう年齢とかも何も学生ばかりではないんですよ、ね、じゃないです、もちろんもちろん大人が割と多かったり、うん、あと僕なんかの場合だとなぜか分かんないですけど男性がね 96% ぐらいで、はい、これちょっと言いたいんですけどね、はいはい、女性がね 4% ぐらいなんですよ、はい、当然です、ね、どうなってんの、いや当然ですって、はい、どんだけ人気ないんだと思ってね、まあ、人気の問題じゃないんですけど、なんでこんな見てくれないんだろうっていうのがあって、まずまあ勉強系は圧倒的に男の子が見るっていうのは、まあ、これも間違いないんで、学歴とかにもそうですけど男の子は圧倒的に多いのと、あと初期設定が男らしいんで、うん、設定してない人はそうなってる、なるほど、上の層は男になってる可能性が、まあ、高い、いやコメントなんかだとどうも女性らしい物言いがあるのに、うん、これどうなってるんだと、うん、つまり、まあ、そうですね、ファン層とかコメントとかしてくれるのは女性層が多いですし、うん、なんかイベントとかやった時には女性が来ることが多いと思います。あ、本当ですか、はい、まあじゃあ僕 95% 男だと思ったけど、そんなことは本当は 40% ぐらいが6割女なんだ、そんなにじゃね、よかったです本当に。でね、なんかね90だから同じように 6% ぐらいが国内の視聴者で、もうそれはそうですね普通はね、あそうなんです、それはそうです、 4% ぐらいが海外の視聴者って、はい、視聴者って出てるんですけど、はい、だから男女比と同じぐらいなんですよ、はい、国内国外が、僕のあの黒板剥がす動画をつまりイタリアとかパリで見てるってことですよね、国と都市、はい、これ僕どうしようと思ってね、分かってくれてるのかなと思って僕の言葉を、いやそこに住んでる日本人が見てる、まあ日本人が日本人がそこに住んでる日本人が見てる、イタリア人がワオとかって見てるわけないですから、そうですよね、黒板だとかって見てるわけないから、いやいや上がって出てんのかなイタリアにと思ってね、緊張しちゃったんですけど、まあ、そういうことですか、まあ、それはだって宋先生の教え子だっていろんな国にいるでしょうし、そうですね、うちのチャンネルから流れてる人たちも、なるほど、なるほど、そうかもしれませんね、 YouTube やるにあたって先生なんかも海外からこう、はい、まあ、視聴される場合多いと思うんだけど、はい、気にしたりします、しないです全然、あそこはもう自分のペースっていうことでいいと、まあ、いずれはあのアメリカ行ったら
撤回すると思います。アメリカ行くってまだ言ってるんですか？言ってます。まだ言ってるんですか？やめてるみたいに言わない。やめたんだと思ってました。自動字幕も超優れてるんで今。あ、本当ですか？今もうここ最近では日本語勝手に字幕出してもうめちゃめちゃ正確になりました。いや、これね、ちょっと僕これ僕のね、これピーって入るかもしれないけど、僕先生はって言うんですよ、自分のことを一人称で呼ぶときに。僕はとか先生はこういう経験があってって。これはまあ別にどう呼んでもいいんですけど、俺はとかいう人もまあいました。確かに。誰ですか？じゃあ、え、一人称を変えたいんですか？いや、そうじゃなくて、授業の中でね、先生はこういうふうに経験があってっていうのを自動翻訳で出して、で、こうその講義そのものをまあテキストにして確認しようとした機会がついこの間あったんですよ。そうすると先生はのところが全部正規はっていう正規はね、こんな経験があって正規はその時ものすごく興奮しましたとか完全にもうアウト案件になってて自動がね、もうね、何もこの単語に変換されなくてもっていう変換がねいっぱいあったんですよ。わわわ、分かります。これのどこが正確なんだ。いやいや、めちゃめちゃ進歩してます。これでも本当ですか？これでもとんでもないぐらい進歩してます。去年と今全然違います。日進月歩。1年でも、いや1年どころかここ数ヶ月でも全然レベルが違う。そうなんですか？超進歩。それまで僕はだって あの自動で出るやつ、はい、笑うために見てましたから、ね、こうやっても見てめっちゃ腹抱えて笑うためにそうキャプション CC っていうクローズドキャプション。いや、じゃあ読み方変えましょう。でもだ、自分のやつもうやめましょう。正規って呼ばないようにしてください。いやいや、正規って呼んでないよ。もうさ、呼んでね、もう先生はって言ってんだけど。じゃあ小生、小生は小生はそんな人間いますか？今まで見たことありますか？第一ないよ、なさすぎる。いや、だからもうね、なんか深刻な対談かなんかのそのキャプションでとんでもねえミスがあるじゃないですか。あれでもう場の空気がガラッと変わっちゃうでしょ。で、今って文字が出るとやっぱり視聴者はね、バラエティテレビなんかのバラエティもそうですけど、文字見てるじゃないですか。見てます、もちろん。意外とあれってね、重要な影響があって、いや、だからまあその呼び方を変えることはまあないまでも、じゃあ進歩してるわけですね。じゃあ本当かな、小世紀ってこと。いや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 、これちょっと猛烈に反応しないか。反応したら下でもうやばいな、この人。ということで、はい、そうそう、じゃあこれからチャンネルどういうことなんですか？本当だよ、わけわかんないですけど。はい、大変失礼します。進歩していく。いやいや、この人やばいよ、本当に。飲みすぎ、はい、もう飲んだんですか？そのせいじゃないかな。マカノです。はい、ということで、はい、そうですね、チャンネルぜひやっておりますので、はい、いただければと思います。最後、ありがとうございました。できぼちん。はい、それやばくない、この人。こんなの出して、森立先生の威厳と権威がもう失墜しないの。大丈夫です。